はい、サーバー再起動したんでまたプレイしてきますか。で、今サーバー再起動の間に今使ってる恐竜ですね、デイノケイルスっていうんですけど、軽くググってきたら、なんかこのゲームだと鳥っぽい見た目なんでこれにしたんですけど、だいぶ鳥とは違うっぽいですね。なんかティラノサウルスに匹敵するぐらいの巨大な体を持ってたみたいで、で植物の他になんか魚とかも食べてたんで、あ、食べてたみたいなんで雑食な感じですかね。どっちかっていうと魚食べてるんだったら肉食恐竜な気もしますけどね。まあでもこのデイノケイルスでちょっと頑張っていきたいなと。まずは草食恐竜ですね、マスターしていきたいですね。あ、到着しましたね、ホームケーブ。これで E で入ると。 OK。 あ、やっぱ食べ物を魚が食べられるようにも変えられるみたいですね。今ちょっとまだアンロックされてないんですけど、あ、綺麗だな。あ、これとかもいいですね。うんうん。あ、これか、これがいいな。ちょっと貯めますか、ポイント。あと8000ポイントぐらい貯めなきゃいけないですけど、 OK。 じゃあ引き続きプレイしていきますか。ホームケーブから出ましょう。危な、瀕死ですね。危な、ちょっと遠回りするのがめんどくさかったんで思い切って飛び降りたんですけど、やっぱダメでしたね。いや、こんなつまんない落下死とかしないように気をつけないとですね。したこの新しく出たクエストやっちゃいますか。木の枝を3つ、集めるってことなんで、あの赤いポイントですね、そこに持っていけば OK だと思います。あ、なんかいるな。やばいですね、肉食恐竜が追いかけてきてますね。あ、普通にクエストやってただけかな。食べられるの覚悟でちょっと自分のクエスト優先しますか。クエスト完了ですね。
お疲れ様です。焼き鳥です。今日もパスオブタイタンズプレイしていきますね。まずは円形劇場庫へ向かうっていうクエストですかね。それやっていこうかな。いや、いい天気ですね。おっとっと、いや、もうちょっとですね、成長期に入るんで頑張っていきたいですね。ちょっと死なないように大切にプレイしていきますか。クエストなんか出てますね。あー、でも遠いな。どうしよっかな。一旦最初の目的のこの移動クエストですね、こっちやるか。クエストって、あー、でも、こっちの方が、ポイント高いんだな。よし、じゃあ、ちょっと、目的変更で、ここの、蜂たちに最適な花を3つ届けるクエスト。これやっていきますか。道中お花を探しながらちょっと行きますか。今ぐらいのジャンプでもダメージ食らっちゃうのか。ちょっと気をつけていかないとですね。こんなところで死にたくない。落下死とか最悪ですからね。おっと、いったったった。どんな花なんだろうな。フラワーズだから、多分何でもいいのかな、お花だったら。お花か。一旦ちょっとお届け先を確認しますか。もうちょい、すぐそこだな。あー、これお花じゃないですか。F で拾う。で、そこに持っていくと。あ、距離が近いし、いいっすね。このお花で OK であれば、OK であってほしい。あー、OK ですね。っていうか、ここにあるな。あ、ラッキー、ラッキー。はい、OK ですね。そしたら、あ、またお花を集めるクエストあるから、やっちゃいますか。多分この辺にいっぱいお花あると思うんですよね。さっきのとこのお花も集めちゃおう。いやー、幸先がいいな。はい、お花を集めるクエストも OK ですね。で、枝の掃除、あー、いいですね。これもやっちゃおう。多分こういうとこにあるやつですよね。あー、なんか恐竜いますね。挨拶してみるか。やられちゃうかな。襲ってこなかった。クエストやってんのかな。よし、じゃあこの間にクエストこっちもやっちゃいましょう。いつ気が変わって襲ってくるかわかんないんでね。頑張ろう。いやー、足音聞こえるとでも落ち着かないですね。
OK、クエスト終わりですね。ちょっと泣いときますか。何恐竜なんだろう。あー、さよなら。あー、綺麗な模様ですね。尻尾がしましまだ。そしたら今度こそこの移動のクエストやっていくか。円形劇場庫へ向かうってやつですね。なんだろう、なんかのデバフがかかってますね。あ、そして早く歩けなくなった。なんだなんだ、このデバフはどうやって解いたらいいんですかね。これそもそも何のマークなんだろうな。なんか三角の岩みたいなやつに赤い矢印が下向きについてるんで、多分デバフだと思うんですよね。そして今全然走れない、走れないっていうか歩けない、めっちゃ遅い。走ってもこれのスピードしか出ないですね。あー、取れた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 。あー、今のデバフのせいで動きが遅くなってた感じですね。やばい、なんかいますね。あ、いるな。逃げよう逃げよう。いやー、見つかったかな。なんかいますね。ちょっと川を下りながら枝を拾いながら逃げますか。うわー、やられた、最悪だ。いやー、せっかくな成長いけたかなと思ったんだけど、あー、だいぶ戻りましたね。あー、悲しい。いやー、天気荒れてますね。雨も強いし風も強いな。焼き鳥はやっぱ雨は嫌いなんですよね。カラッと晴れてくれてるいい天気がやっぱ一番いいですよね。あら、あそこに恐竜がいますね。襲われるかな。戦ってますね。いやー、毒キノコ届けたいだけなんだけどなー。いやー、どうしよう。あの二人が別に戦ってる分にはどうでもいいんですけど、焼き鳥も殺されちゃうかな。試しに行ってみるか。焼き鳥は関係ないですって顔して、ちっちゃい恐竜もいるな。いや、近づかない方がいいかな。怖っ、怖いな。焼き鳥ほんとこれやってるだけなんで、どうぞお構いなくの皆さんやっててもらって。
戦いは終わったのかな。いやー、焼き鳥も早く大きくなりたいな。今このサイズじゃもうなんか襲われたらすぐ死んじゃいますからね。おお、このね、マジかー、やられたー。いやー、どんぐり集めるかー。いや、まただいぶあれですね、経験値減っちゃいましたね。いやー、なかなかでかくなれない、まいった。あー、またやられるかな。あー、大丈夫です、挨拶してくれたんで。こっちも泣いときますか。ああ、よかった、有効的なプレイヤーですね。